9月15日、JR 博多駅前広場で、福岡県警と JAF 福岡支部共催のシートベルト着用推進キャンペーンが行われました。会場では、時速5キロでの衝突実験を通してシートベルトの着用効果を実感できるシートベルトコンビンサー体験や、実物のエアバッグの展開実演など、様々なイベントが行われました。キャンペーンには、九州JAFガールも参加して、啓発チラシの配布やアンケートなどを行い、来場者にシートベルト着用の必要性を訴えていました。福岡県内の一般道におけるシートベルトの着用率は全国平均を下回り、後部座席でシートベルトを着用しているのは3人に1人にも満たない状況となっています。